か。ベイベイ言おうか。9番のプレイヤーは発言してく発だ言さしい。てください。はい、占い師です。8番さんがランダムで白です。じゃ、ベはい。イベイ言ったら凶悪で釣られそうちゃうよでね。すね。霊能者、なんか潜伏する人いるんですけど、普通に出てきてほしいなって一周目から見ますね。なんか、あ、この人霊能者だったんだっていうことで、なんだろう。あ、その、また別の性差、なんか、二周目になんか、霊能者だと思ってなかったその人の発言を霊能者っていうことでまた精査して直したりとかめんどくさいんで、普通に1周目から出てきてください。9狩人番も出てさんきてほしい白でいすぜね。ベイベーってはい。なん言か、おう対抗か。の占い師が出てきた場合に、なんか破綻を、なんか、ああ、ラブルシンなさんんだ似ろてるね、う。狙声。うっていう以前に自分が無駄占いをしたくないので、狩人は出てきてほしいですね。だから全部の役職出てきてほしいと思ってます。はい。8番さん白でした。な以ん上でか、す。鼻のすす1り番方もラブルシのンプレさんイに似ヤーては、るね。発言してください。発言してください。おはようございます。占い師です。5番さん白です。5番さん白。9番さんすらなければ人外なんですけど、まあ、どっちかわかんないですね。まあ、僕も9え、番さん9と番一出緒た占い。で、全部出てきてほしいっすね。てか、霊能はもう全然出ちゃってください。潜伏する意味全くないんで。9番占い、8色出ってぐた。らいかな。まあ、そんぐらいっすね、はい。2番のプレイヤーは発言してください。はい、2番のベッキー頑張りです。よろしくお願いしますといったところでね、まあ、一日頑張っていこうかなっていうところです。よろしくお願いします。私、村人陣営でした。率直に言っていいですか？ 9も1も全然新っぽくないんですけどってところですね。全然新っぽくない。なんかその9番さんも、全部出てくればいいんじゃないみたいな、っていう感じですね。まあ、1番さんも役に関して同じような考え方でしょう。まあ、私は結構潜伏が好きだから、なんかそういう意味ではちょっと2人とは合わないなって思いました。だからもしかしたら3勝になるのかなって思いましたって感じですね。なんかね、思ったことがあったんだけど、ああ、いいや。思ったことがあったけど、別に今言わなくていいや。はい、2週目に言いますね。もうちょっと時間も、いもうあやとー、こ5れ分しか俺ない占からいね。でようまあ、とにか。かくみんな楽しくやっていこうねってところです。3番のプレイヤー占はいでようか。発言ましててくくだださい。い。村人のとこにしような。超北京はあかんわ。超北京はこわ。求人がどっちもしてもやねえよな。あ、求人がしてるけどさ。なんなん？役全部出てほしいとか。じゃあお前らは多分、求人でもさ、無駄占いしたくないみたいな感じで一番言ってなかったけどさ。これじ出ゃあようおか。前らのコースは間違ってんや、そこで無駄占いしてもうたら。そこで黒がないってことはさ、お前らのコース間違ってんやで。と思ったけど。黒当てる自信ないっすか？ 1 日目から黒つる自信ないっすか？どうっすか？と思ったけど、フューチャーに関しては。22、もしさ、もうここ2やんか。22になった場合さ、絶対レロラやんか。新居多いやんか。だったら絶対、もう1日目から絶対強靭するしかないやん。意味がわからんと思ったんやけど。わかるよ、そら。出てきてほしい。占い狭めてほしい。んで無駄占いしたくない。わかるけど、と思ったけどね。はい、というところで以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。自分は現状3番さん釣りたいかな。3番さん釣りた理由なんだけど、1日目から黒見つけれないのなんでって言うんだけど、まあ基本的に黒釣れることまあめったにないやろって思うやろ。まだ5番と8番の発言も聞いてないし、本時点から意気込みだけをなんかチャラ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 言ってもまあ仕方ないと思ってるんで、まあ、みんなの発言聞くまでわかんないのに、なんか3話さん黒見つける自信ありそうなんで、もう3話さん多分無理だと思ってるんで3番つっとこうかなと思ってます。以上です。5番のプレイヤーは発発言してく言だしさてい。ください。はい、お願いします。特に CEO とございますって感じで、9番と1番に関しては、22番目は終わないんだって思ってて、22番目にでも記事が出てほしい。だって思っちゃったから。だから率直に9番と1番に強靭いてもおかしくないなって思ったから、22番面が消せされないってことだから。9番と1番の言ってることだから、言ってることって。その点2番と3番とは、まあ、2番に関しては一番初めだから、なんだろう、視点があったかなって思ってて、3番に関しては便乗だが、9番と1番に対する精査がちょっと違和感があって、なんだろう、精査が間違ってたから、9番と1番が正になる理論が、俺には分かんなかったから、4番が3番に通じたいって言ったのは、すごい分かるんだよね。
だから3番さん2周目頑張らないと3-1に上がってくるから、2周目あなた先生は間違いない自信があるなら3-1とか全部いってほしいかなと思いますね。2浪ね、以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。ランダム白は7番さん、7番さんが白でした。俺9-1星座なら9番さんの方が人狼かな。狩人も出したい感じが結構、強靭神をなくすために狩人出したい9番さんが人狼、1番強靭で見てる。で、9番さん人狼で見てるのは一番最終位置に白打ちで、そこから占い仕様出ても強靭ですって言い張れるんだよね。そういうとこから9が人狼、1強靭で見てる。一番白いの2番さんかな。2番さんって役性進行をしてたんで、2番さんが人狼だったらやっぱ役出させたいと思うから2番さんが一番白いかな。あと4番さんも若干白いかなと思った。その位置でも釣り位置言ってたとこね。2-4が白いかなと現状思ってます。7番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。これは 3CO 盤面ということでいいんですかね。3CO で今のところ言うと、9-1 の状態の時にまだ9番さんはまだ、1人しか出てないで狩りも出てほしいってな、どういう盤面か見えてる状態なの、もう1人出てくることが確定的に分かってるのかなっていうふうに率直に思ったかなってところで、1番さんに関しても、9と同じでって、なんで9と同じでをつけるのかって思ったところにあんまり新芽を感じなかったってところかな。で、2番さん4番さん3番さんに関しては正直あれなんだけど、5番さんの精査が一番しっくりきたかな。だから私は5番さんっていうのは囲われてないと思う、うちが人狼だとしてもね。で、占い的に一番新芽が今のところ高いのは6番さんかなと思ってるかな。9-1の精査がマットだった。でも 3CO になっても狩り、とか潜伏させたいのかなとかちょっと疑問。2周目また考察伸ばします。8番のプレイヤーは発言してください。村人陣営です。 CO と特にありません。そうですね、僕は一番怪しいのは6番さんかな。なおかつ何で見てるかって言ったら強靭かな。6番さんって2番さん4番さんのことを白く見てて、対抗に9-1が出てて、あなたの白先が7番さんで、あなたが残ってるのっていうのは3-5-8、1番が5番に白だし9番が8番に白を打っているっていうところから、あなた視点っていうのは9番のことを人狼軸で見た時っていうのを、9-8に人狼とかっていう考察があってもいいんじゃないのかなっていうふうに思う。もちろん1番が人狼軸で考えた時に1-5に人狼っていうふうに追ってもいいと思ってる。もしくは9番が人狼で、例えば9番を人狼軸で考えてるんだったら、5番の発言を聞いて5番がどうだったのかっていうのも開示してほしかった。この位置で9-1に関しては、全く考察が、1周目から断然伸びてないから、精査をするが、1番、6番が強靭目が高いと思ってる。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい。なんか7番さんに言われたんですけど、盤面見えてるとかじゃないですよ、どんな盤面でも狩人が出てきていいって、それもあれですね。なんか3番さんにも言われたんですけど、ただ単に無駄占いしたくないだけですね。はい。なんだろう、結構その進行論って結構叩かれるんだなって思いました。どうなんだろうな。7番さんが一番グレーだと、なんか実質点ちょっと気になるかなって。盤面見えてるっていうのはなんだろう、進行論の違いでな、そういう殴りをしてくるんだなと思いました。どうなんだろう、6-1。1番さんかな。なんか9番さんと同じでっていうのが、どうなんだろうな。すごいあっさりしてたから、なんか強靭っぽいっちゃっぽいけど、6番さん強靭、3-4目で出てきた。ベッキーさんが優しさしかねえからね。3番さんが白いなって思ったのが、黒を見つけないんですかっていう、確かにそうだなって思った。だからその、9も1もすごい望遠感のある、2番さんもそっか、そのなんか自信がないっていうか、なんかどちらも新っぽくないっていうのは、なんか自分の発言を思い出し、確かに、なんか狩人とか霊能とかどうこうよりも黒を初日から釣ればいいじゃんっていうのは、3番さんかな、特に村っぽいなと思いました。だからなんか3番さん釣りたいって言った4番さん、5番さん、どうなんだろうなって。そうだな。
3周目で強靭出てこないと思ってるんで、人狼釣りなんで6番さんから行きたいですね。1番のプレイヤーは発言してください。いいっすね、9番さん。6番さん釣りましょう。6ローなんじゃないかなと思うけどね。普通に考えて強靭出るかな。主人釣っちゃうかもしれないってなっちゃうよね。91に精査つけてないと思うし、1周目で。なんか9番さんと温度感合わせて、もしかしたら9番さんするかなと思ってたから、温度感合わせていたんだけど。あ、そしたら強靭出てるって、なんか狼が思って潜伏するかなと思ってたんだけどね。カリウド頑張って 20J 出してください。もう出なくていいです。はい。っていうのと、俺は霊能は出てほしいんだけど、霊能は出てほしいんだけど。霊能はいい、出ていいと思うんですけど、ね、なんか噛んで乗っ取りとか追うのもあれだしね。なんか単体精査すると4番さんは狼っぽくないかなと思っている。4番さんって あの状態で3を釣りたいって結構目立つ発言だし、そういうことを狼で俺はしなくていいかなと思ってるか、しない方がいいんじゃないかなと思ってるから、6狼で考えてるから2、6、3、6っていうのはあるかなと思うけど、2番さんってどっちもシーンないって言ってもう一人出てくるんじゃないかなっていう発言を残しているし、俺シーンなんだよね。あと3番さんに関しても黒を当てる自信ないんすかって言われたけど、まあ分からない。それは分からないから出てほしいって感じ。まあ 6行きましょう。9番さんね、行こうね。2番のプレイヤーは発言してください。はい、まず占いの精査からいくと、1はちょっと白くなったかなって思っている。691の精査において91ってめちゃくちゃ初週はめっちゃくちゃ印象悪かった。自身めっちゃくちゃ悪かったけど、なんか6番っていうのが1個白で浮いてたんだよね、私目線だと。まあ進行論とか結構でかいんだけれども、あのね、1番さんの今の発言っていうのは結構分かった、結構分かった。だから61は釣りたくないな、今日は。9釣りたいかな。もう9の締めはないと思ってる。2締めにおいても。1の視点でよかったのは4が人狼じゃないっていうのは、私も一緒。4が3にヘイトを向けてるっていうのは、2にヘイトを向けてることでも一緒だからね。結構私は3と思考が合うなと思ったから、4が 3にヘイトを向けてるのは、もう私からもヘイトを買うことになるから、4ってあの位置でも2、3からのヘイトを買うこと。を覚悟で言ってるでしょう。あんまりお上がやるムーブではないと思っています。ちょっと待ってね、私なんか言おうと思ったんだけど忘れちゃった。やんね、本当に。あ、もう何これ、結構ど忘れしちゃった。カリード絶対出させない方がよくて、お上にね、適当に紙位置をね提示するなんて、そんなこと絶対したくないんですよ。はい、カリードが今日いない方が、今日出ていない方が、これお上さん困りますからね。どこかもかなって迷うかね。大変ですよ、本当に。大変、大変って感じだからね。なんだっけな、そう、気になったのが、片白も含めた8番さんで、8の6への叩き方ってすごい不当だなと思ってるんですよ。6の、なんだっけ、見せ寄せの取り方っていうのは、ね、6が囲い追わなかったからっていうのは、いや、囲い、初日囲いって弱いから別に追わないのは自然だと思っているし、それだけでなんか6を見せ寄せするような発言っていうのは、私は不当だと思って。あとなんかね、1ってさ、98の加工ってたっけ、私その発言聞いてなかったから、それ追ってなかったら8で1にも叩かないといけないなって私は思いますけどね。3番のプレイヤーは発言してください。まあさ、とりあえず言うことさ、ベッキー超可愛いなと思った。これ多分ほんまに女の子やったら超可愛いなと思った。わかんないけど超可愛いやと思った。でもちょっと違う、俺1番は確実に偽かなと思うんだけど。いや、お言う1か C 占いでさ、あ、9いいやん、6いこうよみたいな言うかな、言うかな。じゃあ4号に言うけどさ、俺何度見てするん。俺が、じゃあ2番にも言うけどさ、 4が3にヘイト向けるどうの今度言うんだったら、俺3は9、1にヘイト向けてんよ、2もな。で4が、でじゃあ2番さんもそうやん、5番もそうやん、3、2番の釣り地、2路地、どうの今度見てやん。だったら何なんと思うんだけど、普通にちょっとくせえなと思ったよ、2周目。超可愛いなと思ったけど、女やったら。で、1を釣りたくないやろ。だけど俺普通に1釣りたいんやけど、1が一番締めないけど、2周目、2周目の91聞いてね。と思ったんやけどね。囲いどうのこうの、全員誰も言ってねえわ。196? うん。誰も言ってないけど。で、囲いどうのこうのやろ ?2 番が。超2番くせえやと思ったんやけど。
はい、あ。もう、これで暗いって、暗いじゃん。黒いって言うてもいいけどさ。普通に2つなんきょ。ほぼ1が2世やと思っとるけん。南目線もさ、196目線もさ、2って釣れるくない？黒ってあれかな。かっこいいもとおうの、この誰も言ってなかったやん。ってことはさ、格好はどうのわからんのやろ？だったら2釣れるくない？合わせた方が絶対1釣るから。って思うんやけど。うん。4号も気になったけど、何として俺を釣りたかったかなと思うけど。逆理論とか超嫌いだわ。はい。っていう感じかな。まあ、釣れんって言うなら釣ります。以上。4番のプレイヤーは発言してください。はい、もう大体全部わかりました。三系人狼だと思ってる。教授に関してはどっちかわかんない。お三の狼しか正直追ってないわ。あと9が絶対偽ね。もう9しか釣る位置ないよ今日。まず9番さん目線、6番が狼に見えてたら、あの6番の一番補助してる位置って3だからね。4が3釣りをし、5も3釣りをして、6が出てるっていうのは、9目線で3が白くなる理由にはならないと思ってる。だから盤面上9が3白く見てる時点でもう9もう偽やなと思ったんだけど。で、9の白先の8も6が強靭って言ってるけど、6の強面ってちょっと薄くない？ 3 白目なんだから。盤面上薄いことを追ってるから、普通に怪しいと思ってるから、白先の8も怪しいし、3が普通に9とのラインがあるようにしか見えない。だから3級人狼を現状追ってるわ。もう今日は9釣りしかないよ。9に入れなかったところが人外だと思ってる。もう1番さんがふわふわしてるから、強靭だと思うよ。普通に芯取れないと思った方がいいと思う。そんなやり方じゃ芯取れないよ。今日は9番釣りしかないからね。いやしちゃん、例だったら嫌だな。いいかな。もう3が2に平坦向けてる時点でもうおかしいから。2番は9釣りをしてるからね。9が一番おかしいから。9釣りしかないよ。8番も9に入れなかったら普通にあなた黒打たれちゃうよ。普通に打たれると思うよ。普通に9釣りね。5番のプレイヤーは発言してください。なんか村が強いなって思ってて、8かか3にラスウルがいて、9が2つだと思ってる視点が2と4と合うんだよね。2番に関して8しか、まあ、殴れてないっつうか、あれなんだけど、発言順の問題なんだけど、8番と3番に気になったのは、8番に関しては、6番に対する精査があまりにもひどいと思っていて、6が9の相方位置を言っていないから、6が表示見に見えるってめちゃくちゃ暴論だと思ってるし、なんだろう、3番って、初日の1周目の段階で、精査間違いませんって言ったくせに、1が偽の理由も言っていないし、なんだろう、3番の発言までに、2番って結構、俺の中で最終値だったんだけど、2番がクセっつって、2番から中退っつって、3番の理論が分かんないかな、俺には。だから8か3にね、そういうがいると思ってるから。うん。9番が単体で怪しいと思っていて、9番の一瞬の進行論で、カリウドと霊能に関しては出てほしいと言ったにもかかわらず、9番の発言の段階で霊能にもカリウドにも何の指示も出なかったのが、9番が死んだったらないなと思ってるから、9番が単体でくせえなと思ってるから9番から釣りますね。かつ8番にしろ打ってるんで、9の2手は高いと思うかな。人外は新感情が全くない気がする、この人には。そうだね、結構9の色大事だな。6、1に関してはどうなんだろうな。1に関しては別に芯はあると思うけどね。6に関しても芯はあると思う。ただ9番がね、確率に怪しいと思いますね。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい。ね、結構初日囲いは薄いと思ったんだけど、1周目8番さんが猛烈に自分釣りに来たことから、もう8番結構黒あると思ってて、まあだから8、9あるのかなと思う。ただ、自分が釣られなかったら、8番さんって結構占い値になるから、その占いされるの恐れてないっていうのがちょっとまあ、あれなんだよね。白いのかなとは思うけど、ちょっと猛烈に2周目も俺を釣りをしてきたら怪しいとは思う。で、現状怪しんでるのがだから8か3かな。けど1が黒の時って3番さん白くなるんよね。グレーの人がみんな、
9を釣りをしてんだよね。だからで9番さんが釣られそうになってる今日で1番人狼になると3はちょっと白くなるのかなって思ってる現状けど3、3、8のどっちかかなって思ってて5番さんがここで1釣りをしたらめちゃくちゃ白いんだけど1番さんが5白打って5番さんが9に行ってることから若干怪しんでるからただ8が6を叩いてるのに5は8を怪しんでるからまあ若干印象はいいかなだから3、8のどっちかに狼がいるんじゃないかなと思ってるただ色見てほしいのは1番さんなんだよねで1番さん釣って黒が出た時ってもう8番さんの狼がないのよ、その理由よね1が人狼と9強だから強人が囲ったら1出ないからだから1の色はちょっと見たいんだよね俺目線で霊能潜伏すごくいいと思うだから俺1釣りの方がいいんじゃない ?1 釣って黒が出た時に8番さんの白がわかるし俺は1枚入れる7番のプレイヤーは発言してください。これ占い3仕様で狩りは伏せるのは全然ありというかむしろ伏せた方がいいと思うんだけどこれ霊能って出すべきじゃないんですかねだって絶対に今日黒どこが黒かって私は知りたいそうなった時に初めてグレー詰められるでしょだって占いで黒釣れたらグレーいけるしこれもし万が一霊能噛まれちゃった時進行占いに3つ使うとかってもう最後決め打ち盤面きつくないですかと思ったで9番さんって私あの一番最初の進行論で霊は1周目から出てほしいって狩りも出てってその進行論からまず始まったにもかかわらず 3CO になって全く霊にも触れないんですよねすらないのとかだから私9番さんって結構強靭目が高いんじゃないかなと思ってるから1、6のどっちかに進路じゃないかなって逆に思ってしまって、で、1番さんが6以降ね、9番さんって言ってて、6、9番さんは6からって行きたいって言ってて、1番さんっていうのはもうどっからでもいいよ、釣れるならって言ったら、1番さんってあんまりローメないのかなって逆に思っちゃって、ただ、1、6の精査がどっちが黒いっていうのは正直見つかってないんだけど、6以降ね、9番さんってそのどっち行ってもいいよ発言って、一番さんが人狼だったら、あんまりどっちか偽っぽい方、強人方を残したいって思うんじゃないかなって思ったんだよね。だから今日9番さん行ってもなんか強人しか釣れない気がしてるんだけどなって思っちゃうかな。で、私みんなと意見違うのは3番さんって人狼だったら2釣らないとか言うかな。そんな自分が釣られムーブになることって思ったから、正直私3番さんが青が村に感じちゃってるんだけど、みんなと結構目線が合わない。いやそれでも今日行かなきゃいけないって言ったら行くんだけど8番のプレイヤーは発言してください俺が黒く見られてるからじゃあ白く白い発言するね6番さんに関してはまず矛盾点があるあなたに関しては今さっき囲いはないかなって言ってたけどあなた視点って今現状白1圧迫っていうのをしてたのあなた1周目で白1圧迫したのっていうのは2と4が白いなって言ってたのであなたの白先って7番さんでしょじゃあ、あなた視点って3、5、8しか残ってないのに、9番が8番に白打ってて、1番が5番に白打ってて、あなたが言ってること矛盾点感じない?囲いはないと思ったんだけどって言って、あなた視点の黒1っていうのは3、5、8だったんだよ。だって2、4、7、7番に関してはもう白が出てるからね。2、4、7のことを白く見てたんだったら、初日囲いはないと思ってたんだけどなって。いやいやいや、あなたが現状怪しく思ってたグレーの位置で言えば3、5、8でしょ。その時点でまず矛盾点。で、6番に関しての不当な叩きって言われるけど、6番が例えば人狼だったら、白圧迫なんかして自分の首を絞めると思えない。だから6番さんが白圧迫するのっていうのは強靭メリットでしかない。で、例えば1級に関して6番視点っていうのは1級にどっちかが、例えばの話、6番視点の話だけど、1級に真がいてる、もしくはローがいてるっていうので、もちろんその白に対しての黒塗りができるっていうところで、6番さんが例えば人狼で白圧迫すれば、普通に考えれば、自分の首を絞めることになるよね。6番の偽要素って俺不当な叩きかな。今の6番の発言も拾って。6番さんって初日囲いないかなって今言ってたけど、いやいや、あなた視点って2と4のことを白く置いてて、今日に関しては囲いないかなって意味がわからない。何を言ってるのって感じ。6番偽要素高いじゃん、普通に。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。
あ、8に白打つか。9番のプレイヤーが選ばれました。ん ?178?178 9番のプレイヤーは発言してください。はい、17ロー、ロー6強だと思ってます。はい、7番さん結局自分に組んだなって、あ、なんだかんで言って自分に組んだなって思いました。はい、別に狩りとか霊に触れないからってかなり不当だと思うんですけど、なんか別に一周目で出てこないからもう触れる必要ないって思ったんですけど、ね、なんか別にそこでなんか自分が強気になんか出させようとした、なんか出させようとした人外目みたいな殴ってくるんじゃないですかって思ったんで、はい、どうせ出てこないんだろうなって思ったんで言ってないだけですね。はい、3番さん絶対後ろだと思います。あ、4番さんもなんかな、4番さんも多分村だと思うけどな。9番に入れない人は人外ってどういうことなんだろうな。なんだろう、3、6で見ないといけないんですかね。なんでだろうって思いましたけど。7番さん、なんだろうな。でも7番さんそうなんだろう。結局自分を強人目でしか置いてないからな。で、1、6、進路。自分、進助けてんだろうなって思いましたけど、素直に。はい。8番さんの6番さんの指摘がどの辺が、なんだろう、8番さん黒っぽく見られてるっていうのは全然わからないんですよね。8番さん全然、村目線白いと思うんですけど、はい。なんだろう、なんで白、黒く見られてるのかあんまりわかんないけど、6番さんも結局3、8ってなんか、あの、ヘイトが向かってるところにしか見てないですからね。なんで3番さん黒いのかも全然わかんないですけど。はい。8番さん白なんで、はい。多分7番さん黒だと思って、7、7、ロー、ロー、6強だと思ってます。以上です。あー、やっぱそこだよな。人狼は、分かってたんだけどね。人狼は、人を殺してください。に行こうか。了解です。8白打つね。本当に打つの、ラインバリバリ見てると思うから、3白とか3黒とか。あ、でも3白だったら多分俺つられちゃうんじゃないかな、怪しまれて。どうかな。あ、まあ任せるよ。じゃあ、朝が来ました。昨夜は誰も知りませんでした。スパチャありがとう。はい、今後も人狼楽しみましょう。ありがとうございます。のプレイヤーは発言してください。はい、霊能さん出てください。私霊能じゃないですよ。霊能じゃないよ。霊能は出て、さすがに今日出て、で、狩人は出なくていい。狩人は出なくていいです。私スムラですから。はい、なんで霊能潜伏してんの？え？まあいいや、じゃあ潜伏してるのはどうぞしてください。これ霊能やろ。まあいいや、じゃあ三白八白。あ、なるほどね。ちょっと、霊能出ないの？ちょっと9番さんの色が分かんないと考察できないんだけど。ちょっと待って、マジで出ないの？ベッキーさんやろこれ。ちょっと一つだけ言っておくと、カリードは絶対出ないでね。カリードはマジで出ないで、マジで。あ、じゃあ分かった、9番の色が知らないけど考察しましょう。きついな。6番さんの狂人がないって結構みんな言ってたんだけど、6番さんの狂人名はまずあります。
三四王において、グレー先に白を打っていることから、盤面を濁す強靭っていうのもあり得るからね。だから6の強目を捨てるっていうのは危ない。危ない。危ないけど、1、9、6だったら新目は高いのは6だと思っている。となると8が白い。あ、8番さんね、昨日の言っていることは結構分かったんだよな。結構分かったんだよな。やばいね。ちょっと私伸びてないね。伸びてないって9番の色が分かんないんだもん。どうやって考察しようっていうのこれ。まあいいや。回しますね。はい。3番のプレイヤーは発言してください。まあ点ってことは9が白だったってことちゃうかな。ってことは16進路ちゃうと思うんやけど。点ってことはそうやろ。2番さん。2番さんに関して何がしたかったんかなと思うけどね。上位置提供とか。ちょっとよくわかんないです。はい。というところでね。8番なんです。最白やん。どう見ても。もう8がローでさ、ローって言うよ。ほんなら6叩く意味あるんないやん、絶対。かっこいい。6番さんも酔ってやん。かっこいいかどうのこのないと思うんやったら、8番占う人なくない。だったら1番みたいな。俺占ったらいいやん。1番も俺の占いっておかしすぎると思うけど。じゃあ俺がローで1番に、もう超叩くと思う。思わんやろ。だったら4、5とか7占ったらいいやん。と思うんやろ、1番さん。はい。16に関してはどっちも神明を感じます。さあ、はあ。9神やったと普通に思うけどね。誰かよったけど役なんて出ないんやったら別段触れる必要ないし、9番に言う通り。7番かな。普通に7俺黒やと思ったけどね。7黒で6にしやろ、普通に。9神やろ。で、9とかで8白やろ。8は白やろ、ほぼほぼ。2人から占いだけどって。で、1か ?5。うん。7黒。うん。7黒やと思うけどね。まあ、けどね、今日無理なのみんな。グレーとかいけんねやろ。1、6どっち行こうか。一応普通に2やと思うけどね。6も2やと思うけどね。どっちでもいい俺も。どっちでもいい。どっちでもいい。どっちもね、9が真やと思ってますね、自分は。白く見られたことない。どっちでもいい。以上。4番のプレイヤーは発言してください。うん、3番さん9番真に見てるんだ。17ローローで、17ローローでさ、98白でさ、17ローローで7が6投票してるんだよ。そんなことある？7番さん仮に狼だったら6番の強振見えてて、結構9に投票流す人が多かった中で、7番、6番に投票してるから、17ローローはないんじゃないかな。あ、リスさん、スパチャありがとう。17ローローに見える理由があまりよくわかんない。9番って8番に白だから、7番さんが仮に狼だったとしたら、9の芯が分かっていて、私とか、9番に行こうとしているんだから、別に9番に票を流せばいいんじゃないの？ああ、これ3、6かな。だから6に行ってない。今日6行こっかな。ちょっと3番に言ってることもよくわかんないし、正直7番もあんまりよくわかってない。5だけ白かなと思ってます。強に関しては6番釣りでいきましょう。5番のプレイヤーは発言してください。なんて3、6で多いなら、要するに9番のこと真に見てるんですかね。やばいと思うんですけど、俺9番強靭かなと思ってるから、盤面的に6、8が1、3かと思って、6、8じゃないから1、3かなと思ってるんですけど。だって俺は実質点だと2と4と7が白いと思ってたから、初日の段階で2と4と7が白いと思ってたから、3か8にラスベルがいると思ってて、9番強振軸で考えると1か6に芯がいて、1が3白、6が8白で、1、6に進路なんだから、6、8が1、3なんですよね。
俺の理論からすると247が白く見えてたから、ただ4番の今の発言であなたの考察ってなんだろう、9番を信じるしか成り立たない考察だと思ってるんだよ。36って、36っていうことは9シーンの1強の6ローでしょ。4番はクソ怪しいなと思ってきたんだけど、4番どうだ、次9か。4番クソ怪しいなと思ってんだけど、9番の単体の発言で強靭だと思ってるからね。あの人狼1もまとめに上げるってね、締めとる気ないなと思ってるから、4番じっくり考えようかな。これ3とか6外して4番じっくり考えようか。4番って6入れるって言ったっけ、今言ったよな。1からいこっかな。14かな。これ4番くせえなって思ってるからな。1番からいきますね。はい、以上です。6番のプレイヤーは発言してください。あー、5番さんがここで1行くなら結構白いと思う。昨日ちょっと1番が5白で5番が9行こうとしたからちょっと怪しいんだけど、ここで1行くなら俺5は白くなる。そうなると、ただね、これ9番の色を見ないとわかんないんよ。だから正直9の色見せてほしいけどね。9か強靭なのか王かでまた考察変わるんよね。で、もし9が強靭であったら1ローだから、そこに投票してるのって3なのよね。うん。3と9が1投票だから、1が狼なら3が白くなるのよ。だから、4が怪しくなるね、こうなると。4って俺に行こうとしたから。俺絶対釣られるわけにはいかないよ。だから今日は絶対1位ってね、投票でわかると思うよ。俺に入れたとこ絶対人狼だから。俺9番さんやっぱ釣られに来てるの今日だと思ってるから、1位人狼だと思ったら3が1位ってるからね、初日って。だから現状4-1だと思うよ。正直、色を見せてほしいけどね。それによって考察変わるからね。うん、今日は絶対1番行ってください。俺現状4-1人狼で追ってる。8番さん占った理由は、8番さん白だったとしても絶対噛まれないと思った。それ、自分を疑ってるから。だから絶対噛まれないとこを占ったかな。で、8白。俺は14人狼で追ってる。今日は1番さん行ってください。7番のプレイヤーは発言してください。最近の進行に私が追いついてないなら申し訳ないんだけど、この盤面に来て霊能の結果出さないで皆さん考察して今日ここ釣るってあげれてる方が逆におかしいと思ってるんだけど、だから今日に限っては白い血が全くないんだけど、今日ってなんなら霊能出した方が強くないですか。だってグッチョブ起きてて、もしかして霊能守ってなかったら今日も色見れるじゃないですか。で、なんなら狩りが全然白いところ、あのグレーとか守っててグッジョブ起きてるんだったらさらに白い血増えませんか。エレスカスよな。だからそれで6番さん出てほしいんだけどじゃなくて絶対出すべきなんじゃないですか。だって6番さん目線、もし9番さんが黒だった場合ってベッキーさんもうグレー行くべきじゃないですかね。だから6番さん絶対に何が何でも霊能出さないのってシーンちょっと落ちたかな、昨日よりは。いや、私16が進路で8番さんが白くて168がこんだけバチバチやってて8番さん結構真っ当だなと思ったから、で、あと1番さんの昨日6行こうね9番さんって言ってるあの発言がどうしても進だったらもう釣れる方釣っとこうっていう目線に私感じちゃったから6番さん進路で色見たかったって感じだったんですけど、ここで占い師が霊能を絶対出す盤面じゃないのかな。で、なんで皆さん9番さんの色が分かんないでここ釣りたいって言えちゃうのかが全然分かんないんだけど、9で黒落ちてたら今日グレーでしょ、違うの。だから霊能出て9番さんの色教えてほしいんだけど。これ7が霊能だったらめちゃくちゃうまい。いや本気。いや、ここ白、9番さん白だったら占い行くし9番さん黒ならグレー行くんだけど、いや、精査のしようがないんだけど、ちょっと本当に これって、いや、全員黒いよ、霊能出さないんだもん、わかんないよ。8番のプレイヤーは発言してください。7番さん、その通りだよ。9番さんが、人狼で、いわゆる黒が出てる場合に関してはグレーが潰れるから、ここは開示するべき。ここで伏せる意味が全くない。ただ、霊能がただオナニープレイをするってなったら
もうそれは仕方ないと思う。ただ、ここに関してはもう出てくる出てこない問わず、俺は4番さん一本指定したいんだけど、4番普通に黒硬いと思ってるよ。今日に関しては4番さん行くとかじゃなくてね、4番さんの黒理由っていうのは、4番さん視点っていうのは、例えば、5番さんが言ったのかな、例えば言ったら6、3に人狼ってなった場合って、あなた1番さんが3番さんに白を打ってる時点から、あなた視点で言う9番が白、9番が信用占い師になるの。ってなった場合、5番しか真っ白いないわじゃなくて、あなた視点っていうのは、あなたの考察視点の話で言えば、8番も白くなるの。わかる ?6、3、いわゆる3番を怪しく見た時点で、あなた視点っていうのは1番の偽っていうのも追わないといけないから、あなた視点っていうのは6番さんのことも偽で見てて、1番さんの、3番のことを怪しく見てたら、1番さんのこともあなたは偽に見えるわけ。わかる?ってなったら、あなた視点っていうのは9番が真になるから、5番だけが白いんじゃなくて、私も、僕も白になるってこと。あなた視点っていうのは。ないし、例えば9番さんあなたは一本指定であなたは9番さん釣ってます。で、例えばで言えば、H6 精査で1番のことを真と思いますってなった場合っていうのは、8番の黒要素も追わないといけないの。でもあなた視点っていうのはその考説がなく、6、3に人狼で追ってるって言ってる時点で、あなた視点で8番が無駄になるのに、なんで5番だけ白で、どこを黒にしようかって探してるようにしか見えなかったんだけど。9番が例えば人外で見たとしたとしても、16精査で、例えば1番さんの白先って3号だから、4、8、7の中での精査になってくるんだけどって。1番のプレイヤーはうまく投票1はなかったね。はい、3番さん白でしたね。俺絶対2占ってやろうかなと思ったんだけど、2番さんってさ、なんかその俺が芯あるかもしれない、2周目で芯あるかもしれないって言った理由がさ、結局4、の見方が一緒だったからっていうだけだったんだよね。だから2が黒いかなと思ったんだけど、ただ霊能出られたから占えなかったんだけど、うん、ただどこでグッジョブ起きてるかっていうのも2、多分2なんだよね。まあ4番さんの36追ってるのもとは思ってだけどっていうのと、あとね、7、8は俺すげえ白いと思う。7番って、まあ、6番が狼だと思うから、7番ってやっぱりめちゃくちゃ、まあ、6投票もしてるし、黒落ちちゃったらまずいしね。7は白いかなと思ってるし、8番、6、8だったら、6番が出る意味ないかなと思って9番に囲われているから、まあ、セルすら警戒してるっていうのはあるかもしれないけど、それでも8番って、まあ、発言的にもそんなにおかしいところはないと思うし、どうなんだろう、4、まあ46っていうのもあるかなと思うし、ただ若干8番共鳴もあるかなとは思ったけどね。3番占った理由って478がそんなに黒く見えてなかったから、で2が霊能使用しちゃったからだったんだよね。であとごめん、6番さんのね黒要素拾ったんだけど、6番さんって9を釣られに来ているっていう発言をして強人って見るんだったら、昨日は9番投票はなかったですよ。それだけはない。6番いってください。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。頼む、1行ってくれ。1番のプレイヤーは発言してください。話は一番まずいから誰か一人放棄してほしいんだけど、てか霊能出るべきだと思うんだけどな。霊能さんだけ放棄して、あ、でもそれつけるか。でも霊能だけ放棄するとかにした方がいいと思うんだけど、てかまあ6番行ってほしいんだけど、6番に俺に入れてんのが2、3、5、6、そんないる2、3、3番さん違うよ。 5番さんも白なんだが。ってか3号で俺に入れてんだけど、それはダメだって。2かな。じゃあ2、6なんかな。でも2で GJ 起きてるんだと思うんだけどね。どうなんだろう。まあ、あえて、2番が神無しっていうのはあるかもしれないなとは思うけど、正直わからない。ただ7と8が白いと思うから2か4かなって思うけど、4が6にいってんのね。てか6番さんってさ、まあこれ多分言い訳すると思うけど、9番って釣られに来てるから強靭で見てるって言ったんだけど、そしたら投票は俺に向くべきだよね。俺が狼になるから。
なのに急に投票しちゃうっていうのはおかしいでしょ。とだけ言っときますけど、それで6番さんの新名を終えるんだと思って。だって、狼釣るべきでしょ、まず、昨日ね。まあ、6番さん言ってください。6番のプレイヤーは発言してください。はい、もうこれ勝ったね。41人狼急遽。41人狼急遽。え？ 4 連の？あぁ？白？ちょっと待って。まず昨日なんで9に行ったかって、俺釣られるわけにはいかないから、ね、1に集まりそうになかったから、9に、7と8が俺に行くって言ってたから、もう2票は俺に集まるから、絶対1には集まりそうになかったから釣られちゃいけないから9行った。それが9投票の理由。で、1ローでしょ？で、3番さん昨日1行ってんのよ。で、5番さん今日1行ってるから、これ、ないじゃん。じゃあ、4が霊能確定したら2じゃん。今日2言ってんだろ？えぇ？これ切ってんのか、じゃあ。どうだ、これ21か、じゃあ。ああ、21人狼か。じゃあ、霊能語ってたんや。もう41しか見えなかったけどね、4番さんが俺に入れたの。21人狼急遽だわ。3番さん昨日1に入れてるから白いし、5番さんって今日1釣り誘導してるからね。うん、昨日霊能語って占い避けたんだね。21人狼急遽、絶対今日1番さん行って。投票を始めてください。いやー、これちょっと癒しちゃん例か。六番。うわ。選ばれました。六番のプレイヤーは。発言してください。まあちょっと、これなんだろう。やっぱ21、まあ俺の白結果これ見えるやろうね。4グッチョブは多分ないと思うから、昨日。多分ね、2、霊能使用して、すらで霊能出そうとしたんじゃない？で、出なかったからそのまま残して偽装グッチョブだと思ってるよ。で、俺の相方いないじゃん。まあ、けど、例の結構見ればわかる、これは。夜が来ました。目を閉じてください。いやー、これやばいぞ。あー、いや、やられたな、これスイッチ。これダメだ。やばいぞ、これベッキーさん黒塗りするしかねえんか。あー、これスイッチならやばいんかな。いやー、これニグッチョも下手すりゃあるよ。ベーベー今回言えない。三四郎でベーベーとかやったら凶悪で釣られちゃうからね。朝が来ました。昨夜死んだのは一番。ああ、いい紙じゃ、うまい。二番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ六どうか、昨日の決戦投票で分かった。一六は正直審議がついてなかったから、四番さんが出てきてくれて助かったって感じですね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ。六の相方位置としてあり得ると。そしては、
これやばいぞ。もうワングッチョブ出たらやばいからな。仮目線2の白透けてるからね。ちょっと私これ不利じゃない？なんかちょっと私文句あるんだけど、これ昨日も私一番最初で、何これ、今日も私一番最初なの？もう考察伸びないんですけど、この位置。でもね、まあ大体ね、大体役位置は透けてるから、まあ怪しいなって思うところは2択なんですけど、まあその人たちの発言聞いてね、私狩りも分かってるから透けてますから、はい、発言聞いて決めますねとしか言いようがないです。はい、大丈夫ですか？はい、あ、偽装グッチャブとかないですからね。そんな弱いことしませんよ、私、狼。私の狼を追えないと思うけど、村氏でね。はい。ということで、まあね、これ勝てるんじゃない？村強し。村強しね。本当に強し。3番のプレイヤーは発言してください。ムロクロってことは一芸と地下神。一が神だったのかな？一冠だってことは。9か8。6か8白。1か。1が1で 5?5、3 かこれグッチョ起きなきゃまあなんとか逃げ切れるだろうね。絶対的にカングルは2なんだよね。基礎グッチョ起こさないから。これどこ釣るんやろ。今日2釣らん。2釣って8は俺絶対するだと思うな。2位ってもう彼生きてるからね。2じゃんかな、どっちかちゃう、普通に思うやけど。これ2釣りをすんの彼ないの透けてるやろ。7が1日目6。これ7が彼か。2は6。9。2じゃね ?7 がそこまで6のリスンないよね。グッチョブ起きたらきついな。普通に狩人の位置分かってる。二択だったら言えよ。それが考察に必要なんだよ、こっちのこっちとら。はい、もう役職戦っぽく嫌だね。かな、普通に言えないと思うけど。霊媒使用して占い位置からもなくなる。でもしも、もしかして偽装グッチョブできるかも。いや、2かんじゃん。2って。2やろ。うん。2いきます。2、一択です。いや。4番のプレイヤーは発言してください。はい。私も今日は2番さんでいいと思ってて、もう、2番さんで。狩り出ろ、出ろ。ああ、狩り出た方がいいけど、狩り出たらちょっと8になっちゃうんか。ちょっと怪しいかなとは思ってるんだけど、7番さんってもう1日目から6が7に白出してるってことは、もう6、7ローローっていう可能性しかないから、それで9が釣れる状況で7が6誘導っていうのは、まあ追えないかなと思っていて、まあ2日目に関しても、しっかり6に投票しているから、まあ7番さんはもう隠し色でいいでしょう。ってなると8番さんも表的には間違っていない表をずっと流しているから、まあ仮に6、8ローローなら9に投票すればいいだけのことで、9白だったでしょうって言えるから、まあ6、8もないかなと思ったら、まあ2か3になるかな。まあ今日は2番でいいと思ってますよ。まず2番3線で木の霊媒が出てない状況で木の色がわからないっていうことがわからなくて、出ていない以上白しかないし、さすがに黒の潜伏は僕はしないので、2目線で俺は死ぬっていうのはちょっとよくわかんなかった、正直。まあ6が僕怪しいの時点でもう偽確信したかなって正直思ってたんだけど、例目があったのが僕しかいなかったから、あの昨日は餌を撒いたつもりです。で6投票ね。釣りなしはまずいか、昨日1に投票したんだけど、2-6なんじゃないかなと思ってる。潜伏をして例目出して、あの1日目に占い位置外れようとしたんじゃないかな。2投票で5番のプレイヤーは発言してください。
と思うんだけど、1回目の投票まず1番に入れた理由に関しては、4番が黒かったから1番に入れたかな。4番が6人くっつったから1番に入れました。で、2回目の投票の段階で4番が霊媒師で出て、1と6の相手位置を確認したときに、投票先の観点から1はどこにも繋がんないんだよね。1、2、3、1、7、1、8、全部否定されてるんだよね。占い結果と投票結果をもろもろ合わせて、だから6に入れましたね。で、2番書いてんだよ、投票ね、6番に。なんだろうな。ただ、3番がローの時って、1噛んだら勝てないと思ってて、3番ただ1人だけが1番に入れ続けてるから、3番がローの時って、1番噛んじゃったら勝てないと思ってるから、3番無駄なんじゃないかって思ってて、なんだろう、1個疑問点があるのが、8番が4番のことを黒組なのに、なぜ 6番に入れてんのか、すごい謎なんだよね。ああ。そこだけが不思議だから、6、8って繋がりにくいと思うけど、8番の、6番投票だけは聞きたいかな、率直に。2番からいきますね。6人だと思って、6人しかないと思って、2回目の投票は6番に入れたんで、6人でいいと思うんですけど、2番が6番に変えたのが、なるほどなって思ったけど、まあ6人か普通に1回目の投票を信じて2番からいきましょうかね。7番。いやーこれさー、いやダメだ、私多分ね沼ってんのかな、みんなと考察が多分全然違って、私2番さんは黒じゃないと思ってるんですよ。7狩りか、やっぱもうダメだ、私多分沼ってると思う。7狩りだな、2番さんの黒はね盤面的にないと思ってて、これだって6番さんで狼だったわけでしょ。たこ焼きえっちゃんってことは1番さんが強靭だった場合って、神保さんこれ1番さん強靭で噛んだら多分勝ち筋薄くなると思うんですよね。だったら9の芯を合わせる、ね、9の強で1の芯を合わせにかけるしかなくなる盤面だと思ってるから、1芯でどっかで見えてたんじゃないのかなって思っちゃうと、1、2でやり合ってて、2番さんが人狼で占い違いだったら、これ出したいの7狩りやろ。ダメだね。私が濁ってるんだと思う。多分みんなとここまで違うってことは、多分私がおかしいから。ただね、私8番さんすごい白いと思ってて、なんか、まあ、8番さんの理由っていうのはちょっと私と違ってたのかもしれないけど、ずっと初日から6番さん釣りをしてるんだよね。だから8、6ロールで初日からこんなにやり合わないと思ってるから、8番さんは今日除外だと思ってるんだけど、2番さんもないと思ってるから、あー、ただそうすると3、5だと1芯がなくなっちゃうんだよね。8、2だったら2番さんかと思うんだけど、2の人狼思えないし、だから私が沼ってるんだよ。ほんとごめん、どうしようどうしようなんだけど、今日なんか8、2な気がしてるんだよ。なんか1芯でしか終えてないんだよ、6番さんの発言と。9番さんの今日は初めから固いと思ってたし、6番さんの発言からやっぱり2勝ずつ強いと思ってたから。7狩りだったと9だよ。で、今日噛まれてるでしょ。いやー、ごめん、めっちゃ沼だ、私、ごめん。8番のプレイヤーは発言してください。まず5番さんにレスポンスをすると、6番さんは初日の段階から1周目も2周目も考察が沼ってる。なぜかというと、俺は2周目の時点では囲いがないんだなみたいなことを言ってた割に、囲いはないと思うんだけどなみたいなことを言ってたのに、何だったっけ、ちょっととりあえず覚えてるでしょ、なんか俺が言いたいこと分かる、なんか囲いはないと思ってるだと思うんだけどみたいなことを言ってて、初日のでも1周目に話してたのは、自分は2と4が白いと思いますみたいな感じで言ってて、俺ずっとあなたは7番さん白打ってるじゃんって。であなたの勘ぐれって、あなた視点っていうのは 3と何だったっけ、2と4と7が白いって言ったんだな、3と5と8じゃんって言って、だから9番が8番に白、1番が5番に白って言ってる時点で、あなた視点って2と4と7のことを白と見てるんだったら囲いがまずあるじゃんっていう時点でずっと言ってたので、2周目に関しては俺囲いないと思うんだよなみたいなこと、わけのわからないこと言ってて、挙句の果てに囲いないと言ってて、次の日俺を占っていくという全く謎の考察。これがまず6番さんの単体の黒要素。4番さんの、霊能使用出てくる前にの黒要素に関しては、4番さん一本釣りって言ったのは、4番視点っていうのは6、3、2人狼で見てるのであれば、1番さんが3番さんに白打ってるところから、1番さんのことも偽で見るんだったら、あなた視点っていうのは9番が心霊占い師じゃん。
で言ったら9番は初日に8番に白打ってるから8号が白く見えるっていうふうに言うんじゃないのっていうことで4番さんを単体で黒いって言っただけぐらいかな。ザバハカか。グレーに関しては正直なところ俺素直な気持ちで言ったら全くマジで分からない。から俺とでも6番のことは硬いと思ってて当たってるっていう感じ。まあ一応ミーだ。投票を始めてください。大体ね、自分のこの勝率と大体あんまやってない人結構くもんよね。なんか上手い人同士が組まないようになってんだよね結構。2番のプレイヤーが選ばれました。8点や。2番のプレイヤーは発言してください。明日は8を釣ること順調って説明しますね。皆さんは真の占い師どこだとお考えですか？9は初日に偽決め打ちしましたね。だから9の真は追いません。もう追ってもしょうがないから。じゃあ1と6、6は黒結果が出てますね。6ローなんですよ。だから1真で決め打ちなんです。わかります？だから3と5に白出てます。4が霊能です。7が狩人です。ですよね多分。おそらく私も透けてるんだけど全部。だからね、6の相方1って8しかないんですよ。で私しょうがないでしょこれ。もう考察もね、もう最初のポジションだったんだからね、私全然伸びないのこれ。昨日もそうだけど今日もね、もうなんなのよ本当に。なんで私にローラかけんの？まあいいよ、7の狩りが好きでなかったとしても7、8のロラに持っていかない？私の狼追うの？私頑張ったのよ初日に霊能が出てこなくてさ。いや出てこないのは出てこないでいいけど、じゃちょっと私も一肌脱おうと思ってね。私がさ残り3秒誰も使用できないタイミングで私霊能使用してさ、狼の神位置提供して、まあ、最悪私が噛まれてもいいと思って狩人の守り位置を作って、でね2日とも4番さんが生きれるように私頑張ったのよ。その4番さんから2黒追われて、もう私何なのよここまで頑張ったのにって思いました正直に言って。はい、8の6投票ってずっと6投票してるのも不思議な話ですよね。はい、ライン切ってたんです。はい、3号白4例の7狩り6、8ですよね。もう最後に追いついた、最後に追いついたけど私も発言権ないからさ、これどうしようもないんだよ、これ本当に。何なのよ本当に、私頑張ったのに。あんましてあげたのよ、もう勝ってよ明日。ちょっと私待ってるからね、ちゃんと天国で待ってるわよ。けどさ、俺が狼で狂人かっこいったら出ないっていう視点もあるからね。あ、たこ焼きエッチャーさん、スパチャありがとう。2の頑張りと8のうまさにお小遣いありがとう。これね、けど誰か追ってほしいな。9で囲ってたら6が出ないっていうの。ちょっとそれ誰か追ってくれ。いや5番も8怪しんでるからね。これ4噛めるかな。多分4声してるよね。4噛めるといいけどね。けど4噛めたとしても2分の1でグッチョブ出せれるんだよね。カリズ乗っ取った方がいいんかな。頑張れ、これ頑張れ。7噛んでカリズしようがいいかな。昨夜死んだのは、4噛んだか。カリズと勝負するんか。最終日グッチョブ出してもきついんだけどね。カリ生きてるから。5番のプレイヤーは、3でよかった。めっちゃスッキリした。俺7番に関しては絶対的にしろと思ってんだよね。なんだろう、なんかあったんだけど、絶対的なね、7番になんか知んないけど、絶対的な安心感があるんだよ。なんだっけな。あ、2投票じゃないところか。2投票じゃないっつうか、2投票を考えたところ ?7 番の強い人って。そうかもしれない。なんかそこら辺がね、すごい白く感じたんだよな。昨日の発言。だから8番で終わると思ってて、やっぱ8番の6投票が納得のいくものじゃなかった。8目線で6、1の審議が明確についていいのか分かんねえけど、でも8番って4番の黒が硬いって言ってんだから、4番で6に行くって言ってんだから、8目線でもやっぱり1だと思うんだけど、相方知って。それでも6に行ってる8番でおかしいと思うよ。やっぱり8番からいきます。7番。のプレイヤー7が5行ってくれ。
3番さん潜伏ナイスですって感じですね。はい。いや、5番さんは鼻から私、5番さんは過去いないって一番最初から言ってたように、5番さんの、だから私、一心で追ってるんですよ、やっぱり。だって6番さんの黒の、で、9番さんってどうやっても強靭だったから、6番さんで、まあ、あの時は半信半疑というか、まあ、1番さんのここっていうところを拾って、6番さんのここ、4が霊能だったのが痛かった、高いなと思ったから、6番さんの黒の方があるんじゃないか、霊能に見てほしいっていうところで、6番さん投票してたんだけど、8番さんって、その、審議の理由が全くなく、ずっと6釣りをしてたんですよね、今考えると。だからそこのところの理由って8番さんはなんだ、私ちゃんと言ってたんですよ。かりっちわかんなかったよ。1番さんの6以降ね、9番さんって1目線、真の占い師だから9でも6でも釣れるところを釣ろうっていう、強人とか人狼だったらできないかなっていう発言だと思ったからっていうところね。で、6番さんの、強人から霊能が近くしてる状態で3子王で釣るっていうところ、あと6番さんが3子王になっても霊能を出さないで出ないと弱いんだけどなの発言をしましたところ。けどこれ8釣ってたら釣れてたからね。全体的に6番さんは黒かったっていうところね。私は挙げた。だけど8番さんってずっとなんかグレーで殴って4番さん殴ってあそこも殴って、ただ6番さんに対してはなんかこうお互いにこう殴って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 で殴ってで、なんか1級の精査がそこそこで6番さんにただただ投票みたいな感じだったから、ただ言ってることにグレー精査に関してはねまともだと思ってたから8番さん白く置いちゃってたんだよね。だけど私やっぱり1番さん髪ってこれ一番の芯しか追えないから、5番さんと3番さん白でしょ？もう私目線、8番さんしか残ってないんだけど、8番さん目線はどっち黒で見てんだろうね。まあそれ聞きたいかな。とりあえず8番さんに傾いてます。8番のプレイヤーは発言してください。で、めっちゃびっくりしてるんだけど、7番さんの今の発言で真っ黒じゃん。あなたの何手のひら返し。5番さんの発言の後の。あなた昨日の段階まで8番真っ白だと思うんだけどなって。言ってたんだよ。マジでびっくりしたんだけど、俺その手のひら返しに。何それ。え、俺昨日しかも6番さんの黒竜ちゃんと言ってるよ。6番さんの考察自体が7番さんのこと白打ってて、24が初日の1周目白いと思ってるんだよな。で、初日2周目かっこいいないと思ってるんだよな。かこの時点であの位置でカングレ、じゃあ6番が言ってるカングレって3番しかいないの。5番は囲われてる、1番に、8番は9番に囲われてる、6番の矛盾って丸々あるじゃん。で、5番さんに自己弁明しとくよ、レスポンスしとくよ。じゃあ4番が単体黒いと思ってるんだったら6用二人狼ってないじゃんって言ってるけど、あの盤面占い釣り切りの盤面だから、4番が霊能使用に出てなかったとして、例えば6番釣ったとしても1番釣ってたとしても6番は4番に白を打つことができるの。わかる？言ってる意味わかる？で、例えば6番が残った場合、じゃああとは3号ランですね、みたいな感じになるだけなの。何を言ってるのっていう感じ。ただ今の7番さんの手のひら返し的にも7番さんでも硬いでしょ。何？俺普通にビビってんだけど。俺からしたらもう57精査をしようとしてるところ、あの他視点って58精査でもう8番に傾いてるって何それ？マジでびっくりなんだけど。まあ俺は多分ほぼもう7番でいいと思ってるけど。ダメなのかな、3番さん。3番のプレイヤーは発言してください。超むずいやん。もう超むずいやん。俺、正味ね、8番俺白で打ってんよ、ずっと俺。正味8番俺ずっと白で打ってる。だって2周目6が8で白で打つ必要なくね。6が黒って出たら絶対8って疑れる位置やん。で、2週目、2日目に関してさ、8番4確定黒やと思うって釣りをしたんよ。絶対そうかみたいな発言ってもないと思うんやけど、俺。うん、俺できて、俺だって言うてやん、俺9死んで置いてるって。うん。てけ、7もね、普通に5やと思ったんやけどな。5が1を噛む理由は分かるんだよ、俺は全然。1噛んだってことはさ、1が真やと思わせるってことやろ。だったら5を、何？ 3 が白と思わせるってことやろ。え、ちょっとごめんなんやけどさ、俺、5を入れたいんやけど。7は8。8が7ならいいよ。ごめん、ほんま沼っとったら、ほんまにこれのミスならごめん。もう一周目、みんな分かったよ。俺一周目から沼っても分かってんやん、俺かな。分かってんやん。それみんな分かってんやろ。7、5にしてほしいんやけど。8が7。7、5は互いに入れてよ。7、5は互いに入れて。で、8が7、5、3が5に入れるけんさ。ちょっと7、5もう一回けん行くわ。
8も俺ほんまに素人だったよ、俺ずっと。8、6でそこまで叩く必要ねえと思うよ、初週から。ライン切り、するかなそこまでの3、4を。せんと思うんやけどな。7は白やと思うんやけどな、8番さん。俺こう入れるわな。いや、ほんまにごめん。もうこれで弾かろうなったらごめんよって。もう、でもごめんって。以上。投票を始めてください。あー、これ7どうするんやろ、従うかな。これどうするん、8は行くやろな、もう。従わないと。いや、ゴーツ、7従ってくれ。8番。うわ、何？ちょっと待って、8番どこ入れたの？ゲーム終了。8、なんで7入れた？あー。あっちゃー。3は？3は5いってんねん。いやいや、やられたね、これ。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。